皆さんこんにちは、スピリチュアリッチ山林です。今日もありがとうございます。明日4月6日午後1時36分に天秤座で満月を迎えます。天秤座は12星座の7番目の星座でして、12星座の中で最もバランス感覚とコミュニケーション能力に優れ、洗練された雰囲気を持つ風のエレメントの星座です。前回の牡牛座から乙女座では個人を完成させて、後半の天秤座からは社会性を育んでいく段階に入ります。牡牛座から乙女座までで完成させた自分自身でいよいよ世の中に出ていくというフェーズなんですね。たくさんの人との交流をしながら世界を広げていき、社会性を身につけながら社会の中で自分をどう生かしていくかを学んでいきます。天秤座を表現する言葉は I balance、 つまり私は調和しますというテーマの星座でして、この言葉に象徴されているように自分という存在とは違う他人と触れ合い調和しながら楽しく生きていくこと、そうやってあらゆる面で違いを持つ人たちのそれぞれを個性として認めてまとめ上げて調和していくような星座なんですね。それでは今日一つ目に満月を迎える天秤座の特徴をお伝えします。満月は願い事の書き直しに最適なタイミングで、これもどの星座で今回満月を迎えるのかで効果的な願い方が変わってきます。ですのでどこで満月を迎えるのかを知ることはすごく大切なことなんです。そして2つ目にホロスコープから見た今の時期最適な過ごし方について分かち合いします。明日からの2週間はこういうことに気をつけて、こういうことに意識して過ごしましょうと、そういう話をしたいと思います。そして3つ目に今回の満月前の明日の午後1時36分までにやっていただきたい開運アクション、最後4つ目に満月が来てから、つまり明日の午後1時36分以降にやっていただきたい開運アクションについて分かち合いしていきたいと思います。それでは今日1つ目、満月を迎える天秤座の特徴についてです。天秤座はバランス、調和、社交家、スマート、賢さ、洗練、おしゃれ、恋愛、人間関係、こういったキーワードがあります。洗練された雰囲気で一緒にいて居心地がいい天秤座は12星座で一番の社交家です。何よりも人との関わりを大切にしていること、そして純粋に人が好きであることで、それが人を引きつける引力となっているんですね。どんな人とも調和の取れた人間関係を築いていくのが上手で、話し上手で社交的な天秤座は相手がどんなタイプなのか、どんな風に接すれば喜ぶのかを本能で察知することができます。そしてその他者の望みを満たしてあげるというサービス精神も旺盛な星です。男女問わずモテモテなので時には嫉妬もされるんですけれども、天性のコミュニケーション能力と人の良さで相手の方が心を動かされてしまう、そんな不思議なキャラクターですね。絶妙なバランス感覚に優れている天秤座は人生のさまざまな分野でも偏りがなく、一つのことだけに執着することがありません。天秤座はその名前の通り、いつも天秤の秤で両方の重さのバランスを取るようにしているようなイメージで、行動や考え方が一方に偏ることがないということなんですね。人間関係でも特定の人ばかりと一緒に行動するよりも、みんなと平等、浅く広いお付き合いを好みます。そこは風のエレメントということで、ドロドロとした人間関係はあまり好まず、多くの人といい距離感を保ちながら風通しのいい気持ちのいい関係を好むんですね。またバラバラなもののいいところを集めて新たなものを作り出すということも得意なのがこの天秤座です。それぞれのいいところを上手にほどほどにまとめ上げて全く新しいものを作る天才です。それぞれのいいところをブレンドすることで全体のバランスを保ちながら、それによって生まれた新しい変化を受け入れて魅力として生かす力も持っています。どちらにも偏らず常に真ん中でバランスをとっている、これは天秤座に限らず平和で穏やかな状態を保つ秘訣ですので、天秤座以外の人たちもぜひ見習いたいですね。こういう特徴は特に女性だと月星座が天秤座の方、男性であれば太陽星座または月星座が天秤座の方によく当てはまる特徴です。ご自身の月星座を知りたい方は月星座計算なんかでネット検索していただければ調べていただくことができます。ぜひやってみてください。それでは今日2つ目のトピックです。ホロスコープから見た今の時期最適な過ごし方について分かち合いしていきたいと思います。今回の天秤座満月も10天体巡行期間中に向かいます。この時期は物事がスピード感を持ちスムーズに進行していきますので、やりたいことにチャレンジするのにもとってもいいタイミングです。まず一つ目は、明日の満月はコミュニケーション、知性、知識、教養などの学びを意味する第三ハウスで向かいます。2つ目、満月の反対側に位置している太陽は自己成長を表す第9ハウスにいまして、さらにそこには始まりの象徴牡牛座がいます。3つ目、幸運の星木星が太陽とコンジャンクションしています。牡牛座の太陽と牡牛座の木星、
すべての人間関係を統括している天秤座、そして満月は結果を受け取る時期です。今ある人間関係が完成したり、恋愛では思いが通じたり、それによって新しいステージの関係性が始まる予兆、ワンランク上にステージアップする前兆ですね。牡羊座木星期の始まりのエネルギーがピークに達しているこのタイミングでの天秤座満月は、新しい形の人間関係のスタートや、今ある人間関係が新しい形に変化していったり、もしくは恋愛が成就したり、出会いに恵まれたりと、いい方向に変化していくことが期待できます。4つ目、そして今回の満月で特徴的なのは、多くの惑星が第9ハウスあたりに集中していることです。第9ハウスは海外や未知なる世界という意味がありますので、海外旅行、海外移住、またこれは海外に限らず国内でも行ったことのない場所に行くのも良さそうですし、もしくは今までの自分にとって全く異なる新しい体験をあえてするのもまた良さそうです。5つ目、さらに注目したいのは、天秤座の支配星である金星が牡牛座にあるということです。金星の支配星座は牡牛座と天秤座、そして金星の牡羊座が意味することは安定です。ということは、この満月あたりから変化した人間関係や恋愛は、今後じっくりゆっくり時間をかけて育まれて安定した関係に発展していく、そんなタイミングですので、今心当たりがある方はぜひ明日行動に起こしてみてください。ではここからは満月前にやっていただきたい開運アクションについてお伝えします。今回の満月は午後1時36分に向かいますので、それまでにということになりますが、完了や完結を意味する満月は今までの結果を受け取るタイミングです。満月前のアクションとしては、前回の新月からの2週間の振り返りと、満月以降に手放すものを決めておく、この2つのことを毎月お伝えしています。まずは振り返りの方ですが、満月を迎える前の前回の牡羊座新月からの2週間を振り返っていただいて、夢に向けて少しでも行動できていただろうか、できていなかったとしたらその原因は何だったんだろうか、自分が本当に生きたい人生にするために今手放した方がいいものは何なんだろうか、こういったことをぜひ振り返ってみてください。僕が主催しているオンラインスクール目覚めの学校でも、新月満月と言わず毎週振り返りをする機会を設けています。それくらい夢や願いを叶える上で振り返りってすごく大切なんですよね。例えば2週間前に目標設定したのに、結局それに関係ないことに時間やエネルギーを使いすぎて夢実現を後回しにしていたなとかね、あとは優柔不断でなかなか決められず、結局何も進められないまま時間だけが経ってしまったなとかね、そういう反省でもいいですし、逆にうまくいったことでも大丈夫です。この2週間は集中して取り組めていたから、思っていたよりも物事を進めることができたなとかね、そういう感じで書き出していくといいと思います。また満月は手放しや断捨離には最適なタイミングでもあります。満月以降に手放す物事としては、不要品でもいいですし、古くなったものとかでもいいですし、もうときめかなくなったものを手放すとかでもいいんですけれども、もっと物質的なものじゃなくって内面的なものでも大丈夫です。悪く捉えてしまう自分ですとか、うじうじくよくよしてしまう自分ですとか、もしくはすぐ調子に乗って尊大になってしまう自分というように、何でもいいんですけれども、もう新しい時代には必要のなさそうな自分の習慣や習性を手放すと決めておくといいと思います。では今日最後ですね、満月を迎えてから、つまり明日の午後1時36分以降にやっていただきたい開運アクションを3つお伝えしたいと思います。満月を迎えてから8時間以内が月のパワーが最も強い時間帯ですので、4月6日午後9時36分までが月のパワーが一番強い時間帯になります。ただし月のエネルギーが落ちるボイドタイムというものもありまして、このボイドタイムの時間帯は満月のエネルギーは無効になるとされています。明日は満月を迎えてから約8時間後の午後9時44分から翌日4月7日午後3時30分までの約18時間がボイドタイムです。ということは、ピンポイントでこの満月のエネルギーを狙っていきたい方は、明日午後1時36分から午後9時36分までの間に今からお伝えする満月の開運アクションをやってみてください。ただし満月のエネルギーは48時間続きますので、そのタイミングを逃したとしても4月8日の午後1時36分までにやっていただければ十分サポートが入ると思います。それでは満月を迎えた後の開運アクション1つ目としては、さっきお伝えした満月前にある振り返りをもとに、反省点と改善点、そして手放していく物事を紙に書き出してみてください。そしてその反省点と改善点を踏まえて、今後はどうなっていきたいのかという思いを、それがすでに叶った体で過去完了形で書き出してみましょう。例えば反省点として、友達とだらだら集まってしまって結局やりたいと思ってたことが後回しになってしまったということであれば、
自分がやると決めたことを優先できる自分になりましたという感じで書いてみるといいと思います。そして手放すものに関しては、無意味な集まりに行って時間を無駄にする自分を手放しました。こんな感じで書くのもいいですね。ということで、振り返りと反省、それを踏まえて今後どうなっていきたいかを書き出すということですね。これが一つ目の満月以降の開運アクションです。開運アクション二つ目としては、自分をねぎらい、自分を褒めるということです。反省や改善点ももちろん大切なんですけど、それができたら今度は過去2週間で自分なりによくできたことを見つけて、自分をねぎらって思い切り褒めてあげてください。毎日朝晩ルーティーンを継続できているよねとか、少しずつ夢に向かって前進できているよねとかね、こんな風に以前の自分よりも成長している部分に目を向けて、そこを大げさ気味に褒めてあげてください。自分をねぎらい褒めることで、セルフイメージが上がって現実がぐっといいものに変わっていきます。ぜひ自分を褒める習慣をつけて、素敵な現実を引き寄せていきましょう。最後に満月後の開運アクション3つ目としては、もし必要であれば軌道修正した願い事に書き換えていきましょう。夢や目標に向かっていく途中で視座が変わるってことはね、よくあることなんですね。前回の新月で書いた願い事がもうしっくりこないなと感じたら、ぜひ新しい願い事に書き換えてください。その際、天秤座のキーワードを意識した願い事も書いてみてください。天秤座は十二星座で一番の社交家です。スマートで頭の回転が速く、初対面の人とでも自然な流れの中ですぐに打ち解けることができる星座です。また気配り上手で十二星座で一番モテる星座でもあります。もしあなたが初対面の人とも上手に話ができるようになって、いい印象を持ってもらいたいとか、ファッションセンスが良くなりたいとか、そしてぶっちゃけモテモテになりたいとかね、そんな願いがあるようでしたら、今回の天秤座満月にお願いしてみましょう。完了形で書くのがいいので、例えば、私は私が理想とする自分になりましたとか、私は会話上手で誰とでもすぐに仲良くなれますとか、私は苦手な人のいいところに目を向けることができ、どんな人とも付き合えるようになりました、こんな感じの願い事を書いてみるのもいいと思います。明日満月当日は、今回の天秤座のエネルギーを浸透させるヒーリング動画をお届けします。これも見逃さないように、今チャンネル登録とベルマークのクリックをお願いいたします。そしてこの動画が役に立った、面白かったと思われた方は、ぜひいいねをお願いいたします。今日もスピーチャリッチ3人がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。